皆さんこんにちは、浜松市消防楽隊のマケルです。今回お送りする曲は日本が誇る昭和の歌姫美空ひばりさんの代表作愛さんさんです。この曲が発表されてから30年近くが経過していますが、未だに耳にすることの多い曲ですよね。私たち消防楽隊もこの曲のように幅広い世代の皆様から長い間親しんでいただける存在でありたいと日々訓練を重ねています。今回の動画ではアルトサックスとトランペットによるソロにぜひご注目ください。それでは愛さんさんです、どうぞ。愛さんさんをお届けしました。ここからは浜松市消防局からお知らせです。皆さんは消火栓や防火水槽をご存知ですか？これらは火災発生時消火活動に欠かすことができない水を消防隊に供給する施設です。皆さんも見たことがあるかと思いますが、消火栓や防火水槽は主に道路脇や歩道上に設置されており、その位置を示すため標識を掲げているもの、路上や蓋にマーキングをしているものなどがあります。ここで皆さんにお願いです。火災発生時に使用する消火栓や防火水槽の付近に車両を駐車するのは消火活動を妨げる恐れがあるため、道路交通法によって禁止されています。違法な駐車は一刻を争う消火活動の障害になります。消防水路の周囲に駐車されないよう、
皆様のご理解とご協力をお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。インスタ、フェイスブックもやっています。チェックしてね。チャンネル登録よろしくわん。